金火山のふもとでこだわりのコーヒーを。矢島コーヒー。ナベです。ゆうやです、はい。撮影は雪の中でしたが、金火山が雪化粧しててとても綺麗でした。はい、ゴッサムでしたけどね。ゴッサムだね。はい。そんな金火山のふもとにある矢島コーヒーというコーヒー屋さんにやってきました。はい、外観は倉庫のようで無機質なんですけど、ほら中この通り。家具や照明にこだわりがあって、この大きいものが特徴的で、なんと岐阜城が見えるんですよね。これね。はい。天井が高くて温かみのある空間でした。はい。とてもこだわりのある自家焙煎コーヒーで、味もまろやかで、舌触りもよく、今までで飲んだコーヒーの中で1、2を争う美味しさのコーヒーでした。で、僕が食べたこのスイーツはアールグレイとアーモンドが香ってコーヒーとマッチしてマジで美味しかったです。僕はメレンゲとカステラとエスプレッソのムースが買われてるスイーツを食べました。はい、美味しそうでしたね。はい、美味しかったです。はい、皆さんもぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こんなにもらえたコーヒーが初めて。